次の時間までにみんなのお父さんの仕事について調べてこい。大迫君はお父さんがいません。いてるけど今はちょっと別々に。こうちゃん、弟と一緒に福岡行ったらよかったのに。まあまあ父ちゃんここ座って。父ちゃんと母ちゃんが別れていろんなこと我慢してんねんで。やっぱり家族は4人一緒の方がええなと思ってな。でも父ちゃんと母ちゃんいつも喧嘩しとったやん。いいこと教えてやる。何？初めてすれ違った時に起こるんだよ。何が？奇跡が。奇跡？それを見た人は流れ星のように願いが叶うんだよ。奇跡は起こらへんかもしれへんけど、とりあえず3人で行こう。4人みんなで暮らせることを願ってるらしい。